はい、健康生活チャンネル、理学療法試験ファスティングマイスターの海老原孝弘です。今回は2022年の初詣は幸先詣がおすすめですということについてお伝えしたいと思います。で、今ですね、もう年末になって、もうね、仕事納めも終わって、あとはもう年越しを待つだけという方も多いんじゃないでしょうか。もうあと2日寝たらね、お正月ですから、年越しの準備をしたり、家庭によってはですね、おせちの準備をしたりとか、あるいはお正月にですね、家族みんなでね、集まるためのその準備であるとか、大掃除をする方とかですね、まあそれぞれ年末年始のために行動しているかと思います。で、年を越してですね、2022年になったらみんなやることといえば初詣がありますよね。で、1年の一番初めにですね、神社やお寺とかに行って、新しい1年の幸せを祈願するという意味のある初詣があるんですけども、あなたも初詣に行く予定ではないでしょうか。まあね、日本人のほとんどの方は初詣には行くんじゃないかなと思いますし、やっぱりですね、日本人だったら初詣に行かないと新年をね、迎えた気にならないし、なんとなく落ち着かないですよね。しかしですね、今年の年末年始に限ってはそんな初詣にもちょっと不安材料があるんですよ。そうなんですよね、新型コロナの感染が怖いところなんですよ。やっぱりですね、せっかくお正月をですね、楽しく過ごしたとしても、初詣で新型コロナウイルスをもらってしまって、その後ですね、2週間ぐらい自粛生活になってしまうと、もうこれは台無しになってしまいますし、職場にも家庭にもね、家族にも迷惑をかけてしまいますので、まあ、結構恐ろしいところなんですよね。で、私もやっぱりそういった思いをしてほしくないので、今回動画にさせていただいたんですね。で、そこで今回はですね、そんな新型コロナに感染するリスクを大きく低下してくれる効果がある幸先詣をお勧めしたいと思います。まだ幸先詣を知らない方、新型コロナに感染したくない方は必ず最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、あなたやあなたの周りの方に今後ずっと役に立つ情報を身につけるために、今すぐ下の赤いボタンからチャンネル登録をしておいてください。で、人によってはですね、別に正月明けてね、その初詣行くぐらいじゃ感染しないんじゃないの？なんて方がね、いらっしゃるかもしれませんが、結構これはリスクが高いものなんですよ。今ですね、オミクロン株といって、感染力が従来のその新型コロナのウイルスと比べて約70倍もあるという強力な新型コロナが蔓延し始めているところなんですよね。あなたはご存知ですか？オミクロン株って。何オミクロン株って、デルタ株とかあるけど、オミクロン株ってもうわけわかんないって方いらっしゃると思うんですけども、オミクロン株というのは新型コロナのウイルスが突然変異をすることで生み出されてしまった変異種、まあ新型コロナウイルスの一種なんですよね。で、変異株って珍しいものではなくて、このオミクロン株ですね、オミクロン株は新型コロナウイルスの変異株の中でも13番目にあたるウイルスなんですね。で、新型コロナというのはこのようにどんどん次々と変異株が生まれてしまう構造になっているんです。で、このオミクロン株というのは従来のワクチンの接種だけではですね、そのあなたもあのワクチンを、ね、接種したと思うんですよ。今日本人の7割から8割ぐらいはね、ワクチンを接種済みですので、ワクチン接種していただいたと思うんですけども、従来のワクチンの接種だけでは予防効果が薄くて、ワクチンを接種した方でも容易に感染してしまうという特徴があるんですね。で、さらに感染しやすい変化をしているのが今回のオミクロン株ですので、もしワクチンをしていてね、もう俺は自由だと、マスクなんかいらねえぜ、出かけるぜ、遊び行くぜみたいな思ってる方はもう普通に感染してしまいますから、このオミクロン株は非常に恐ろしいものなんですね。まあ、ですので今ですね、アメリカはまだまだね、感染者が多い状況なんですけども、アメリカの新規感染者の7割はこのオミクロン株になってしまっているという、まあ、恐ろしいウイルス変異株なんですね。アメリカの地域のその一部の地域ではもう9割がね、オミクロン株だと、もうこれくらいオミクロン株が蔓延してきている状況なんですよ。そして今ですね、日本でもこのオミクロン株の感染が広まりつつあるんですね。で、日本でのこのオミクロン株の今後の感染拡大に関してなんですけども、AI による予測があるんですが、AI による予測ではこの年末年始で一気に感染拡大が始まって、2月から4月には
東京だけでですよ、東京だけで2000人から4000人規模の新規感染者が発生してしまうというふうに言われているんですよ。ですからお正月が明けてから一気に感染拡大してしまうことが予測されているんですよね。でそのきっかけになってしまうのが年末年始で帰省する方がねやっぱり多いですし、その中でね人の移動がめちゃくちゃそのたくさん生まれることと年末年始での外出する人の増加なんですね。そして初詣が感染の中心になる可能性があるんです。やっぱり初詣ってどこのその神社であるとかお寺でも人がとても多いじゃないですか。で日本人のほとんどは初詣に行きますので、その自宅でね自粛をしていた方も初詣だけは行きたいというふうに言ってみんな出てきちゃうんですよ。でみんなが集合しちゃうんですよ。そりゃ感染しますよね。で私の住んでいる宮崎県都城市ではですね、その隣の鹿児島県のその霧島市というところにある霧島神宮という神社にね参拝に行く方が多いんですよ。その都城なんですけども、隣がねもう鹿児島の有名な神社がありますので、まあ、そっちのその霧島神宮というところに行く方が多いんですよね。でそこはですねとても有名なその神社ですので、その毎年ですね歩行者が渋滞するぐらいその人出がある超人気の神社なんですよ。でもうねそのお賽銭箱よりもずっと手前のもう鳥居をですねくぐったところから長い行列ができてしまうほどの人気のある神社ですので、次のお正月にもたくさんの人出が出ることが予想されているんですね。でそれだけね行列ができてしまうと、とてもじゃないんですけれども他の人との距離を取るなんて難しいじゃないですか。行列ねやっぱり今並ぶ方もねどこそこでやっぱりその経験はあるかと思うんですけども、そのみんながみんなですねさあ1メートル距離取りましょうなんてその取る方なんていないですし、大体ですねもう人の背中の真後ろに立つみたいな、そんな行列の並び方すると思うんですよね。まあよっぽど管理されてるとこじゃないと距離を取るっていうのはないと思うんですよ。だからもうぎゅうぎゅうの状態でね、もう人が多いですから、ぎゅうぎゅうの状態でその初詣に並ぶわけですよ。あなたも経験ありますよね。初詣に行ったらね、人が多すぎて、もうこのぐらいの距離でね、並んでますみたいな、もうこのぐらいの、この人の頭ここにありますみたいな、そんな並び方しちゃうわけですよ。で、もしそこにですね、オミクロン株に感染している方がいた場合、どうなると思いますか？もうこれはもう余裕で感染してしまうんですよね。で宮崎とか鹿児島でさえそういう状況なんですよ。で宮崎とか鹿児島って住んでいる私だから言えるんですけども、超田舎なんですよね。宮崎鹿児島超田舎ですよ本当に。あの私はねよくその大阪であるとか東京とか勉強会で行くそのことがありますので、やっぱりそっちのその都会っていうのを知ってますので言えるんですけども、宮崎鹿児島は超田舎ですからね。すいませんね、宮崎鹿児島に住んでる方には申し訳ないんですけども超田舎ですからね。でこんな田舎でさえねそんなその行列ができるような神社仏閣があるわけですよ。で田舎でもそうなのに、これが東京であるとか大阪であるとか名古屋とか福岡とか北海道どうかな、どうそういったその大都市になるともっともっと人口が多いわけで、その人口が人気のある神社仏閣に殺到するわけですから、なかなかねその人気がないところに行こうという方は少ないですからね。だからみんながやっぱりねそのご利益があるように有名なところに行きたいわけですよ。あの福岡の太宰府とかね。ですからもうこれはもう確実に感染者が出てきてしまう、もうそう言ってもおかしくないわけなんですね。でも初詣に行って新型コロナに感染するのは嫌じゃないですか。せっかくのねお正月だからその気分よく過ごしたいですよね。で仕事始めもね普通に行きたいじゃないですか。まあ、仕事行きたくないって方もいらっしゃると思いますけども、まあだからといって新型コロナでね自粛するなんて嫌ですよね。でも初詣に行ってね70倍の感染力のあるオミクロン株が来たら、もうそら普通に感染しますよ。だから恐ろしいとこなんですよね。でそこでおすすめしたいのが幸先詣なんですね。でこれねこういった漢字書いて幸先詣というふうに読むんですけども、これ何かっていうと新年に行う初詣を前の年の年末にですね前倒しして行うというものなんですね。でこれは新年の幸を先にいただきましょうという意味があるそうなんです。ですから初詣でね密集状態になって感染リスクがあるくらいだったら、前の年の年末のうちに神社に参拝してその年のですね感謝であるとか翌年の祈願を参拝するという、まあ、このウィズ
コロナの時代ならではの新しい参拝スタイルなんですね。でお正月の初詣はめちゃくちゃ人が多いんですけども、年末に参拝に行くとお正月がね嘘のようにもうガラガラについていますから、感染リスクが非常に低い状態で安心して参拝することができるんですね。もうねお賽銭箱まで大行列を待つ必要もないですし、人に押されながらお守りとかねおみくじを買う必要もないですので、その交通安全が欲しいのにもう人がいて取れないとかね、すいませんちょっと通してくださいみたいな、そんなことをやる必要もないんですよ。ですからとても楽に参拝することが可能なんですね。どうですか、想像するだけでも初詣の負担がね全く違いますよね。やっぱり初詣に行くとめちゃくちゃ人並ぶから、その並んどくのもね辛いですし、お守りとかねそのいくつも買わないといけないのに人がめっちゃ多いですから、そこでまず並ぶと、でそこでもうぎゅうぎゅうになってる状態でやっと順番回ってきたら後ろからも手は伸びてくるし、もう大変な状況ですよね。もうそんな負担がなくなるわけですよ。だから結構楽だと思うんですよね。ですので、ぜひね、この幸先詣を行ってもらいたいんですよ。できるだけ多くの方が幸先詣をしていただくと、新型コロナの流行をかなり抑えることができますので、あなたも新規感染防止に協力してみたいと思わないでしょうか。でもね、人によってはですね、年を越してないのに初詣って意味があるのか疑問に思う方もいらっしゃると思います。本当にそれでね、その年明けてないのにその前に初詣しちゃって、本当にそれでご利益あるのかななんていうふうに不安に感じちゃいますよね。でもこの幸先詣はですね、すでに様々な神社仏閣がお勧めしている方法なんですよ。ホームページ見ていただくとね、分かると思うんですけども、幸先詣でご利益とかね、検索していただくと、もう結構いろんな神社仏閣がですね、幸先詣でおすすめですよ、先に参拝しちゃいましょう、なんておすすめしているんですよね。で、初詣って、そのずっと昔からあって、もうこれは日本人の常識ですから、もう何百年も前から、なんだったらもう江戸時代からずっと昔からあって、1月1日を迎えてから、新年が明けてから行わないといけないというしきたりがあるように、感じている方が多いと思いますが、現在のような初詣の形式ができたのが、この定まるまでがね一般的になったのが最近100年間の間みたいなんですよ。それほど初詣って歴史が古いものではないんですよね。で現在の初詣の形式が定まるまでにはさまざまな参拝方法があったということですので、先に参拝するというのも別に間違いではないですし、だからといってご利益がないというわけでもないんですよね。だからこの幸先詣をしてもちゃんとご利益はいただけますので、そこは安心して参拝していただければと思います。神社仏閣がねおすすめしてますからね。でむしろですね、人が少ないことでゆっくりとねちゃんと心からお願いすることができますし、神様もですね、あの人もお願いしてるみたいな状況よりもですね、その少ない中でね、ゆっくりとお願いしていただいた方が神様もゆっくりね聞き届けてくれてご利益があるんじゃないでしょうか。でまた幸先詣といってもですね、もう今日と明日くらいしかないですので、ちょっともう時間がないっていう、その今日明日はね余裕、その予定があるからちょっと幸先詣行けないなという方は分散参拝がおすすめです。で分散参拝というのはお正月三が日を避けて参拝しましょうということなんですね。だから参拝する日をね、お正月三が日だけではなくて分散しましょうという参拝方法なんです。例えばお正月の三が日が過ぎたら1月8日にですね、土曜日が来るじゃないですか。で土曜日お休みの人もいると思うんですよ。でその次は1月9日日曜日はだいたいお休みですよね。そしてその次の日1月10日の月曜日は来年は祝日ですので、人によっては3連休になるじゃないですか。でどこかはだいたい休みですよね。そのいくらお仕事してる人でもどこかはお休みだと思うんですよ。でこの日に参拝するというのもいい手なんですよね。でお休みの日ですからある程度の人の多さはあるかもしれませんが、それでもですねお正月三が日に比べればかなり人では少ないでしょうし、感染リスクも三が日に比べればねかなり低い状態で参拝することができます。でその三が日だけではなくて三が日なんやその3連休だけではなくてもっと後でねしてもいいわけですよ。その7日が土曜日だ、じゃあ8日が土曜日だから15日がまた土曜日が来るわけですよね。で16日が日曜日で、でその次が22日が土曜日で23日が日曜日になるわけですから、そこでまた参拝してもいいわけですよ。もうそこまで伸ばしていくともう人ではねもう全くいない状態になりますので、もう本当に余裕を持って参拝できると思います。
まあ、ですので今年はですね、今年というか来年は前もって行ける方はね、幸先詣をしていただいて、そしてね、今年中の参拝がちょっと間に合わないなという方はお正月の三が日を避けて分散参拝をすると、このどちらかで参拝をしてみましょう。いつもよりも楽に参拝できますので、あ、これいいねっていうふうに気に入っていただけて、来年以降もその方がいいよねってなるかもしれないですね。ぜひお試しください。ということで今回は2022年の初詣は幸先詣がおすすめですということについてお伝えさせていただきました。で、オミクロン株が出てきたことで今から新型コロナの感染拡大、第6波となる感染拡大が増えてくるという時期なんですよね。ですので決して油断をせずに感染対策を継続しましょう。で、私の別の動画ではですね、マスクと手洗いで新型コロナの発症リスクをどの程度下げられるのかという動画であるとか、新型コロナオミクロン株は70倍のリスクという動画、そして新型コロナオミクロン株を 85% 防ぐ3回目ワクチン追加接種の効果などについて話した動画もありますので、次はこちらの動画を下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また今回の内容が少しでもためになったなというふうに思っていただいたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。